それは因果の結果か、ともかく逆に、王の権威、それを悪と設定して脚本を書くとき、それが一般論で悪になってしまうと、そこに大義名分は発生する。よこしまな脚本。何の罪もない人を悪人に書いて本気で糾弾するのは正しくない。それは悪い評価、しかし。ともかく、お前は悪だ。シンプルな断言に。獲物はどこだ？それもまた、シンプルに反応するときそこには理不尽なる悪魔、それが不意にいる。邪悪を倒せ。なんだか不意に、それがあの、売春婦を強姦して自殺させた、という事件に繋がっていく？気が少しする。ただ逆に言えば、今はそういうことは起きない、大賀さんの決定に従っている限りは、それは真実か？だ。今のところは、しかし。脚本家もまた、妙な固執を続けるとき、その脅威は続くのでは。邪悪を倒せ、固執する。